さあ始まりました、うらやまチャンネル。こんばんは、まゆです。早速ですが、今回の企画はこの選手誰？ディズニー変換クイズ、イエーイ。前回の女性変換クイズの第2弾となるディズニー編となります。今回はトゥーンミーというアプリを使用して、レッツの選手をピクサーの登場人物かのように変換をしていただきましたので、1問ずつ誰なのかクイズに挑戦していきたいと思います。それでは参りましょう。ディズニー変換クイズはこちら。それでは第1問。おー、めっちゃリアル。アプリでこんなに忠実に再現されるんですね。すごい。早速いきたいと思います。答えは伊藤敦樹選手です。じゃん。はい、正解。では続いて2問目いきます。じゃらん。おー、めちゃめちゃやっぱ分かりやすいですね、この選手は。あの女性の変換の時もそうでしたけど、この選手の独自の顔がやっぱりもう隠しきれないですね。この選手は酒井選手です。はい、酒井宏樹選手でした。では3問目いきます。お、イケメンじゃないですか。主人公のあのプリンセスとかの旦那さんとか、なんか王子様役で出てきそうなタイプですね。この髪型とかから考えると、まあ犬飼選手かなと思います。じゃん。はい、犬飼選手、よかった。この辺がやっぱすっきりするので爽やかに見えます。続いていきます。おー、優しそうな感じが出てますねなんか好青年って感じがすごいしますね柴戸選手だと思います。じゃあ答え見ていきます。はい、柴戸海選手でした。もうそのまんまですね。はい、では続いて5問目。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですかね。確かこの目のつり上がり方がちょっとね、いじめっ子かなっていう感じはありますね。私の予想は工藤選手だと思います。はい、工藤康太選手でした。合ってました。はい、続いて6問目いきます。おお、この選手はそのまんまじゃないですか。やっぱり目がパッチリしてるので、よりディズニー感は出てますね。この選手は松尾選手だと思います。はい、松尾雄介選手でした。では続いての問題、7問目いきます。おお、すごい。髪の特徴をすごく捉えてますね。この選手は大畑選手だと思います。はい、大畑歩夢選手、正解でした。8問目いきたいと思います。はい、あ、この選手も簡単ですねこの選手、あ、なんか髪の毛がすごいピアスみたいな感じになってるけど、これ髪の毛か。この選手は大久保選手だと思います。はい、大久保選手、正解です。では続いて9問目いきます。あれ、なんか簡単なのが続いてるんじゃないですか。やっぱすごいお目目がもともとパッチリされてるので、アニメにするとよりパッチリしてすごい綺麗な瞳になってますね。この選手は関根選手だと思います。はい、関根貴弘選手、正解です。では続いて10問目いきます。お、そのまんまですね、この選手も。この辺は結構簡単ですね。もうイラストにしてもそのまんまです。ゴールキーパーの選手ですね。三重川選手だと思います。はい、三重川選手、正解です。次11問目いきます。あ、外国人選手来ました。似てないかななんかちょっとガストンっぽいイメージがありますね。この選手が、ショルツ選手だと思います。
はい、アレクサンダー・ショルツ選手、イエイ。やっぱね、外国人は顔変化しても映えますね。はい、では次12問目いきます。こちら、おお、あら、かわいい。なんかこの選手、女性に変換した時も結構目がパッチリで可愛らしい女の子になってた印象がありますね。この選手は木原選手だと思います。はい、正解、木原選手でした。13問目です。おお、あれ、ちょっとやんちゃな普通に渋谷にいそうなやんちゃなお兄ちゃんって感じですはい、この選手、真渡選手だと思います。じゃん、はい、真渡選手でした。続いて13問目いきたいと思います。おお、あ、この選手も特徴を取られてますね。骨格も結構そのまま表現されてるんじゃないかなって思います。私は安井選手だと思います。じゃん、安井選手、正解しました。はい、では続いて14問目いきたいと思います。お、え、結構難しくないですか。なんかそんなに特徴を感じない。もう消去法でいきますけど、私はまあでもこのイラストの感じ、もともと結構イケメンな選手だと思うんですよね。結構かっこよくなってるので、もともとイケメンの選手で茶髪で、まあ目も大きい選手ですよね。このイケメンは、あ、小泉選手かなって思うんですけど、ちょっとこれ難しいかもしれない。じゃあちょっと正解見ていきましょう。お、やっぱ正解だったよかった。ちょっとこれ難しすぎないですか。さあ続いて16問目いきます。おお、あ、これは分かりやすいんじゃないですかね。ディズニーの映画で言うとモアナに出てきそうな感じですね。この選手は鈴木彩艶選手だと思います。はい、鈴木彩艶選手でした、イエイ。では次17問目いきたいと思います。じゃん、おお、すごい。やっぱなんかヒゲがある選手がヒゲがなくなると結構変わりますね。もう本当にディズニーにするとちょっとこう外国人チック、ハーフ顔になることが多いんですけど、結構この選手はもうアジアの顔ですねこの選手は、知念選手だと思います。はい、知念哲也選手、正解です。続いて18問目いきたいと思います。おー、わかりやすい。この髪の毛の感じがもう特徴的なのでとてもわかりやすいです。もう秋元選手言っちゃうんですけど、秋元選手のいかつい感じがちょっと和らいでる感じがありますね。はい、秋元選手でした。次19問目いきたいと思います。お、あれ、特徴はありつつも一般的な顔って言ったら失礼ですけど、すごい特徴があるってわけでもないので、まあレッツの選手に限ってるからわかるかなって思うんですけど、ただこれだけ出てきたら結構難しいんじゃないかなって思います。この選手は岩尾選手だと思います。はい、正解です。岩尾選手でした。まあ、レッツの選手を思い浮かべれば大体わかるかな。じゃあ続いてこちら。おお、まあ、この選手もとてもわかりやすいですね。なんかすごく少年の顔になりましたね。なんか幼くなりましたね、急に。この選手が、松崎選手だと思います。はい、松崎海選手です。イェイ。はい、では続いていきます。おお、
すごいかっこいいやっぱり外国人選手をアニメ顔にするとちょっと王子様感出ますね。私はダビド・モーベルグ選手だと思います。はい、正解です。はい、では続いていきます。はい、おー、あの前回の助走の時はこの選手ね、あのすごいことになってましたけど、あの今回普通にイケメンの好青年って感じの変換になってます。この選手は岩波選手だと思います。はい、岩波選手やった。はい、では続いていきます。おお、まあ特徴は本当に出てますね唇が厚いところとか、この目のパッチリした感じとか、もうそのまんまですね。この選手は宮本優太選手だと思います。はい、宮本優太選手でした。はい、では次いきます。じゃん、お、また外国人選手来ました。顔が濃い選手なのでとても分かりやすいと思います。外国人選手ってアニメにするとより彫りの深さが結構目立ってきますね。はい、この選手が、アレックス・シャルク選手だと思います。はい、アレックス・シャルク選手正解でした。イエーイ。では続いていきます。おお、この選手も結構分かりやすいですね。髪型が結構ね特徴的、毛量が多いイメージなので、はい、この選手は平野選手だと思います。はい、平野雄一選手でした。では続いていきましょう。じゃん、おー、王子様出ましたとても綺麗なお顔、もう金髪のちょっとオールバックといいますか、上に上げてる感じと青い目、鼻筋からして唇もすごくちょうどいいし、もう王子様ですね。これがユンカー選手だと思います。はい、キャスパーユンカー選手でした。まあそりゃそうですよね。もうこの選手はアニメにしたら絶対王子様になるって分かりますよね。はい、では続いていきます。おお、あれ、アニメにしない方がかっこいいっていう珍しいパターンなんじゃない？頭が大きく見えますね。この選手はもう本人の方がかっこいい、江坂渉選手です。はい、やっぱその通りでした。正解です。やっぱ写真の方がかっこいいですね。では次いきます。じゃん、おー、そのまんまこの選手もそのまんまですね。歯が綺麗笑った時の歯が綺麗、ゴールキーパーの西川選手です。はい、西川修作選手正解でした。まあもう本当にこの写真見てもそのまんま、でも比べても多分そのまんまですとても笑顔が似合う選手ですね。私はですね、私アナと雪の女王見てないんですよ。見てないんで、これ登場人物の名前わかんないんですけど、この王子様役の人に変えるのであれば、私はショルツ選手かな。ショルツ選手がまあ一番このアナと雪の女王の王子様とちょっと雰囲気が似てるかなと思って、髪型は違いますけど。私もモアナをね、チラッとしか見てなくて、本当にイメージでしかないんですけど、モアナのこの雰囲気からすると、まあ、ザイオン選手とかが普通なのかなって思うんですけど、まあ、ちょっとね、外国人選手とか、そういうハーフの選手ってまあ入りがちだと思うんで、ちょっと今回はもう、純日本人の選手から選んでいきたいと思います。ちょっと特徴がこのモアナたちと似ている選手がいるので、その選手にしようかなと思います。
大畑選手を出演させたいと思います。髪のツイスト感がねちょっと似てるので大畑選手にしました。いかがでしょうか。どの選手も実際にディズニーアニメに出演しても気づかないんじゃないかと思うくらいリアルに表現されていましたね。ぜひピクサーの方々、このキャラクターで映画を作ってください。皆さんの感想もコメント欄でお待ちしてます。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Reds! We are Reds! We are Reds!